ハロー、マイネームミナ。誰？ネスミちゃん。ネスミちゃん。初めてやってんけど誰この人？ちょっとそれどころじゃないんだけども。誰この？ネスミちゃん。はい、よろしく。日本語喋れんの？ちょっと。なんか喋れんの？といたけど。そう、何？何？あ、そう、な、金髪、金髪、な、変な人やんな。おはようございます。ハロー、キリッツ。気をつけー。で、おはようございます。着席。はい、今日も開講いたしました雷学問所。この学園は知っておきたい知識を身につけるために設けられた学園です。私が担任の熊川雄大です。今の気分はすごく怒っています。おはようございます。あ、おはようございます。先生、寝癖って、そらくんが先生、染めたんですか？違うんですよ。メッシュ、あのね、廊下に、はい、バナナの皮を落としちゃったら誰だよ、本当に。それで転んでたんですか？そうだよ。そう、うつ、え、なんなん、見えるの？なんか私こっち向いた時になんかつるんって転んでて。え、金髪の子がさっきバナナ食べてた。いや、もう先生ね、すごくもう悲しい。もう2回目でなんでみんなそうやってすんの、先生に。いや、違うでしょ、勝手に先生勝手に転んだだけでしょ。だからね、あの廊下にね、バナナの皮が置いてあったからね。バナナヤミー。誰そう、今日、あの先生知ってます？なんか今日初めて来たっぽいんですけど。おう、まあまあ、まあ、いいですけど。そのおやつ学校に持ってきていいんですか？いいんですよ。え、バナナっておやつなんですか？バナナおやつに入ってます。あ、じゃあ遠足の時持ってっていいですか？全然大丈夫です。あ、遠足、遠足はね、100円でしょ、おやつ。100円までですよね。100円までですよ。そうですね。そうだ、100円までですよ。え、300円でしょ。500円でしょ。300円じゃない。100円ですよね。そう、まあね、まあまあ、そんなね、先生のもうこのね、怒りのね、あの、もうちょっと怒りを沈めてください。皆さん自己紹介で。めっちゃ危ない。髪の毛袖についてる。まあね、今日じゃあとりあえず、はい、まあ自分自己紹介と、今の気分をカメラに向かってお願いいたします。今の気分。そうですよ、先生すごく今怒ってるんだ。怒ってるんですね。はい、わかりました。じゃあ学級委員から。あ、わかりました。じゃあ早速、あ、これ買ってたっけ。はい、怒ってんのか買ってんのか雷学問所学級委員長を務めております山本真一です。今の気分はめっちゃハッピーっす。以上。よっす、ラッサー。じゃあ次行こう。どんどん行こう。はい、行こう。はい、雷学問所の優等生を務めております針ヶ谷です。嘘つけ。なんでや。優等生って。今の気分はもう優等生嘘つけって言われてちょっと腹立たしいですね。以上です。はい、じゃあ続いて、お、マド、あ、マドンナね。おはよう。マドンナ、おはよう。あれ先生、マドンナ、おはよう。はい、神になり学問所マドンナの小川ひとみです。今の気分はワクワクドキドキです。かわいい。さすがマドンナ。かわいい。かわいくない。嘘。あ、お、お、はい、誰。ハロー、ハロー、マイネームイズミナ。アイライクダンス。ナイスとミーチュー。アイファインベリーグッド。何言ってんの。センキュー。あれ、待って、待って、ナイスミーチュー。これ大丈夫な、こんもりしてる。すごいこんもり、なんかなんかちょっとカツラとかかぶ、だいぶカツラじゃないの、これ。ジハダ、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 シットダウン、シットダウン。まあまあ、先週さ、あの、いたでしょ、な、高橋さん。あ、なんかジャージ着てる、ジャージ着てる子がね、なんか転校しちゃいました。あ、そう、座敷わらし。座敷わらし。座敷わらし。日本語ペラペラなんですね。I don't know, I don't know, no, no, no.なんかちょっと、あ、なんかちょっと若干似てますね、なんか高橋さん。似てない、弱い感じが。いや、似てないから。あれ普通になってるよ。まあ、でもそういうことでね、あの、まあ、転校生が早速来たわけなんですけどもね。あのね、なんて呼べばいいの。ちょっと、な、そう、なんて呼べばいいの。あ、ミーナーでいいです。え、ミーナー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 、あの、キャラをちゃんとしっかり固めましょうね。これから、これから、これからってなんやねん。でも一人増えて一人減ってますよ。そうですよ、一人減ってますよ。どうしたの、この萌え、萌えさんでしょ。いや、なんか体調悪いんか知らんけど、あ、でもちゃんと通信で
入ってくれてますわ。あ、困るな。でもね、2回目からこうやってね、あの欠席されると困るな先生。困るな。何、風邪かなんか。暑いや、もう風邪とかもそういうのさね、体調管理しっかりしてほしいよね。チアブはチアブの人は血だよって。あ、じゃあ病血って。病血らしいんですよ。チアやってて体弱いって大丈夫ですよ。そもそもね、ああいう格好してるから風邪ひくんだよ。いえ、しかしも試合前に、はい、じゃあね、はい、ガッキン、はい、ちょっと出席の方取ってください。じゃあ今日もあの、うん、通信生の方が、ね、来ていただいてるんで、うん、お名前、出席を取りたいと思います。はい、コルレオーネさん、おはようございます。おはようございます。 DTK2012 さん、おはようございます。エスパーイガさん、おはようございます。ゾルキさん、おはようございます。タイファントムさん、おはようございます。北条さん、おはようございます。ケイチクラブさん、おはようございます。カヨネクさん、おはようございます。モイエミツキさん、おはようございます。ソラさん、おはようございます。ユキワサキさん、おはようございます。以上、とりあえず、はい、なんか今日学級委員なんかやたらと声が低いけど、本当にこれはこういうキャラでいくの？あ、全然。もうなんかテンション、その時、ね、その時、ハッピーって言ってたじゃん。ハッピーハッピーハッピーよね。ハッピー、よし、頑張るぞ。じゃあね、はい、じゃあなんて書いてあるかちょっと皆さんちょっとお伝えください。あ、ね、DTK 君がね、じゃあソラ君かな、どんな効果なんですかねって。あ、学問所って効果あるんですか？ありますよ。あるんだ。はい、まだ、あの、後ほど後ほど後ほどやって、うん、効果ありますね。ねえ、覚えないと。いつか音楽の授業をね。そう、全部、あの、全部英語詞ですけどね。難しいかな。作詞者。すごい、かゆさんもずっと学生でいたいかゆですと。ありがとうございます。素晴らしいね。はい、なんか青春だね。青春。通信はいつでも学生になれますから、うん、関西でも、ね、うん、ね、DTK さん、そうだね、制服の親子たちが昨日も多かったと。入学式とか。そうね、入学式よ。今日先生がね、ここに来るまですごいでした。すごいでした。すごいめかし込んだ PTA と、うん、ね、めかし込んだお子ちゃまたちがね、すごい、うん、いやいや、憎しみじゃないですよ。おしゃれなね、ね、おしゃれな方々がね、たくさんね、駅の周りをうろうろしてたんですよ。ね、それを見てすごい微笑ましたか、先生。なんて無事言ってんの。無事言ってんの。先生はすごい、もうどっちかに。雪わさきさんがね、うん、来てみましたって、うん、ありがとうございます。初雷学問所と言います、ね、ね、そう、入学生たくさん来ていただいてますね。入学おめでとうね、雪わさきさん。ありがとうございます。あ、ね、ゆうめさんが今、出席。あれ、何、遅刻だぞ、この野郎。ありがとうございます。でもバンナだ、バラバラじゃない、バンナだ。しっかりしろ、この野郎。2回目だぞ。はい、もう2回目だぞ。はい、いろいろ、みんなハロー。あ、ハロー。あ、私じゃない。みんな。みんな。みんな。ハロー。ノーマドンナ。ノーマドンナ。どういうこと言ってるの？よくわからない。そうそう。はい、いろいろ書いてもらってます。ありがとうございます。英語。英語しか喋られへんの？あ、そうね。あ、めっちゃ喋ってる。いや、喋ってたよね。留学生、私。好きな食べ物は？好きな食べ物はライチ。アコとかじゃないの？アコ。アコ。え、待って、留学生。え、どこ出身？アメリカン。アメリカンどこ？アメリカ、カリフォルニア州。州なのね。まあでもね、あの、そうやってね、あの、まあ、留学生ですね。留学生は私。留学生が入ってきたことによって、まあその本当ね、ネイティブな、ね、アメリカ。深めていこう。ね、それ全部日本語で。世界国際って書いてあるね。すごいね。はい、みんな日本語上手ですね。日本語上手よ。言っちゃった。ね、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ早速ね、あ、まあ、授業の方進めていきたいと思うんだが。はい。はい、先生ね、うん、もう本当に今日悲しくて。あれ？それまた戻るんですか？そうですね。本当はね、普通の授業しようと思った。うん、でも今日ちょっと変更する先生、私。自習？いや、私あのね、授業を変更するんですよ。内容を変更します、はい、ちょっと待ってください皆さん。はい、はい、まあ今日は、まあ、先生はこのバナナの皮で転んだということでですね、今日はバナナの皮について授業しようと思う。え、わかりますか、バナナの皮。ちょっと面白い、まあ、そもそもそう、バナナの皮、わかりますか？目開けてください。そもそもバナナの皮っていうのはね、まあ、まあバナナ、実があるでしょ。フィリピン。
フィリピンでバナナそう、うん、おいえおいえね、バナナの皮で滑るっていう知識皆さん分かりますか？うん、分かります、分かります。 ETK さん、マリオカートでは武器になるんだよね。そうなんですよ。そうですね、確かにスピンしたじゃあ本当にバナナの皮で滑るのかっていうことなんですね。滑ったんですよね。今朝滑りました。滑ったけど、でもまさかわざとじゃない？いやいやいや、何を言ってるんですか。わざとちわ、えわざとわざとそう、あのね、バナナの皮で滑らないっていう人がたくさんいるんですよ。今まで滑ったことないでしょ、皆さん。ないです。ないですよ。ないでしょ、ないですよね、皆さん。どうでしょうか。私、1回あります。1回ある。そう、そう、そもそもね、バナナの皮でね、お亡くなりになられた方、世界で毎年数十件、数十人の方が、お亡くなりになられております。結構つらんでいった記憶がある。結構あるでしょ。なんでじゃあ滑るのか、わかります？ファントムさん、普通バナナの皮で滑らないよって、実は滑るんですよ。ネバネバしてるから。なんでだろうって思って考えたのが、外がツルツルしてるけど、そこってあんま滑んないじゃん、それが靴にくっついて、中のぬるっとしてる部分がフローリングでつるんっていくから。今なんて言った？今最後フローリングでつるん。そうなんですよ。実はバナナの皮っていうのは、普通のね、畳とかでは滑りません。もちろん道路でも滑りません。フローリングとかのツルツルしたところで滑るんですよ。うわー、ちょっと、それはなんでかというと、植物のこの油、わかります？この内面のこの油、油とフローリングのこの何、あのニスが摩擦で滑るわけなんです。そうなんだ。そう、それには歴史がありまして。歴史があります。はい、19世紀の後半、ね、あの 時は遡ること、19世紀の後半、何回言うんですか？1回で分かりますよ。19世紀後半にですね、まあ、まあ、南米とか南の方からアメリカにバナナが輸入されてきました。出回りました。でバナナって言ったら皆さんも手軽に食べれますよね。歩きながらでも食べれる、ね、その時のね、アメリカの方っていうのはね、もうそういうゴミ箱に物を捨てるっていう感覚があんまなかったそうです、それをどんどんどん、そうそうそう、それをどん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 、何、あの舗装されてないこのガタガタじゃないまっすぐな道に捨てて、で転んでる人がたくさんいたそうなんですよ、それからというものを、まあ、いろいろね、コメディアンとかね、そういうのが漫画とかでもさ、やっぱりそのあれになったでしょ、滑るっていうのがコメディーになったでしょ、はいはいはい、それは違う、コメディーじゃなくてですね、世界の社会問題として生まれた構図らしいんですよね。社会問題、社会問題が生まれた構図。すごい。でもね、バナナの知識を求めて、お、面白い、新しく入学生ですね。あ、入学生、ビーボップハイスクールさん。お、ビーバップ、おはよう、おはよう。ビーボップ、ビーバップじゃない、バップなんこれ、わかんない、バップ、ああ、バップ、あ、そうだ、そうだ、ミーナ、ミーナ、これなんて、ビーボップハイスクール、ビーボップ濁したでしょ、バップ、バップ、バップって、もう、雷学問所です。雷学問所と言います。入学おめでとう、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。新入生、やったー。あの、そらくんが、はいはいはい、それは知っておきたい知識なんですか？いや、もちろん知っておきたい知識でしょ。面白い。面白いでしょ、実際に滑ったら、本当に滑ったから、バーンっていった。そう。足バーンってなったの。だから、大事だよね。フローリングで捨てないっていう知識。そうなんですよ。ゆめさんが、靴磨きに使うよね。そうなんですよ。靴磨きにも使われるんですね。へー、そうそうそう。でもフルーツって多いですよね、その天然の油みたいな。確かに天然のね、そういう油あるでしょ、洗剤にも使われてます、使われてますね。それは同等の、ね、うん、そう、知識があります。それは知識があります。材料なんです。引きらかした。引きらかした。オレンジの皮で畳磨くとかね。それはなんか酸じゃないの、油じゃなく、いや、なんかあのピュッてやった時に出るやつとか、ね、そうなんか、だからね、先生やった時をね、手が落ち着かないなと思ったら、あれがなかったな、あの棒、棒、はい、まあ、で、かよさん、担任ってどういうことですか？担任っていう、成分ってこと？担任ってなんだっけ、よく聞く、担任書いてある。成分、はあ、先生何ですか？何ですか？担任って何ですか？担任っていう成分、担任、
あ、すごい。じゃあじゃあ、ミナ、ミナ、ミナ、じゃあ調べてください。ミナ今日すごいな。はい、雪わさきさん、うん、バナナの皮危ないね。そう、危ない危ない危ない。ビーボップハイスクールさん、はい、めっちゃ笑ってますわ。ありがとうございます。ありがとうございます。入学する時期は自由なの、この学校は。自由です。はい、はい、あの入学金も何もいりません、ね。はい、いいよねこういうの、お金かかんないよ。そうね、すげえわ。そこ何やってんだ、そこ。なんか充電切れちゃって。え、充電切れ。最近調べようと思って。そうそう、ね、大丈夫、あのみんなが調べてる。あ、はいはい、フェノール性水産機を持つ、これなんて読む、方向…方化造空化鉱物の総称。植物の基部…あ、木部、これは樹皮根、ね、葉などに広く存在するって書いてある。全然わかんなかった。でもさ、あ、その飼い主さんがバナナの皮にタンニンが多く含まれていて、皮を柔らかくするんですよ。皮を柔らかくするんじゃないですか。あ、そういうことですね。そうですね。なんでそんないっぱい読んだの。違う違う、皮って書いてある。インクとかの原料にもなる。まずね、バナナの皮、まあいろいろとね、その滑るから危ないっていうことを言ってるじゃないですか、はい、その他にもバナナの皮にはちょっと恐ろしい成分が含まれていたんですよ。恐ろしいんですよ。はい、もともとね、バナナの皮って、まあ、戦争中にね、アメリカ軍がすごいこぞって買い占めたかった皮なんですよ、ものなんですよ。っていうのも、うん、バナナの皮には麻薬成分が含まれてるんですよ。ガチですか。葉っぱじゃなくてですか。皮なんですよ。アルカロイド、はい、アルカロイド、ボーカロイド、それなんやったっけ。え、何、もうそんなしょうもないこと言わない。アルカロイド、プフォーテイン、ね、プフォーテイン、プロテインみたいな。筋肉つくやつ。そう、しょうもないこと言わない。はい、プフォーテイン、アルカロイド、この二つ、そう、二つのものが含まれてるわけですね。はい、太古の昔から、フィリピンの、原住民にとって門外不出の強力な兵器ということで。え、何兵器。門外不出の。なんだよ。え、いや全然大丈夫です。大丈夫でしょ。強力な兵器なんですよ。え、なんで兵器なんですか。だから麻薬なんじゃない。麻薬成分が、それはわかるけど、それがなんで兵器になるの。麻薬だから。そう、麻薬だから。飲ましたりすれば毒薬になるとか。それでもそのね、戦時中に、アメリカ人がこれを吸いすぎたあまりにも中毒性になっちゃって、もうフィリピン、ちょっとください、ください、バナナくださいって言って、すごい言ってたらしいんですよ。でも、じゃあ、もうそんなに言うんだったら、バナナの皮だけじゃなくて、身もちょっと送るよって言われて、でもともと身なんてもう、どうでもよくて、そうそう、おいしいのよね、そう、そう、それから、うん、バナナっていうのは食べられるよ。そこで、ね、アメリカ人の人たちがバンバン捨てるもんだから滑って、ああね、はい、そうなっちゃったわけよね。むしろ皮の材料になったんだ。先生、はいはい、その麻薬成分っていうのは、うん、今売られてるバナナからも検出されるんですか。もちろんです。え、危ないじゃん。それは匂いなの。匂い食べる。じゃあ匂い食べる。じゃあ食べない。食べても大丈夫なんだけど、このね、だんだん黒くなってくるじゃん、バナナ、うん、はいはい、うん、したらさ、なんか匂ってこない。あ、バナナの匂い。そう、匂い。それがね、ずっと立ったらね、結構きついんですよ、刺激臭なんですよ。あ、それが、それが、そう、その成分っていうこと。そう、じゃあ匂いを嗅いでたってことですか、黒くなったバナナの。そう、匂いを嗅いでた。じゃあそれを成分にした、その何、タバコじゃないけど。あーね、そう、あー、そういう、それを捨てたんですね。それを言うの忘れてた。でもなんかあれ、じゃあ大量にバナナ食べて、皮を一つの袋にまとめてずっと家に置いといたりしたら、うん、もうちょっと危ない。そうですね、危ないですよ。ダメなんだ。皆さんもね、ご家庭でバナナをね、食べるね、ことがあるかもわからないです。燃えるゴミの日にね、はい、その時はもうむやみにね、バナナをね、そのままね、1週間とか2週間放置しないようにしてくださいね。でも黒いね、黒くなったバナナが美味しいって書いてある。うまいんだよな。ね、それうまいんだよ。あれ、もう終わった。1ゲーム終わった。早いな。1ゲーム終わっちゃった。
もうということで、まあ、先生の授業はですね、まあ、授業変更しましたけど、バナナの皮、これカメラさん映りますよバナナの皮について、はい、授業をしました。はい、はい、ありがとうございました。楽しかった。あ、ビーボップハイスクールさんが、はいはい、え、麻薬じゃなくてこれ麻痺成分じゃなかったと書いてある。でも麻痺するってことはそれを大量に取ると直接吸ってたんでしょ直接吸ってたんでしょ、うん、その成分を嗅ぐとかじゃなくて直接その成分を吸ってるってことは麻痺してくるから、うん、いわゆる麻薬っていうつながりもそういうのもある、ね、あるんですよね。さすが優等生だ。誰が今言った優等生は、え、優等生先生優等生ハリガヤです。ハリガヤか。これって要するにトリビアじゃないと。そうなんです、ね、まあ、こういうこともね、あの、そういうね、ちょっとしたこと、まあ、例えばギャグから生まれるね、知識というのもあるじゃないですか、うん、そういうこともどん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 これから勉強していきたいなと思いますけどね。いいな、ね、お願いします。勉強だった。だから歴史が学べるんですね。そうなんですね、はい、だから DTK さん、バナナの皮で歴史を学べるとは、この学校やりおるな、ね、おありがとうございます。サーモン事故から生まれたね、学校、あの、勉強方法だったんですね、授業だったわけです。これ美味しかったですか。美味しかったです。食べたんですね食べたんですね。食べました。あはははは、チクショさすが。はい、じゃあ、ね、続いて 2限目の授業に行きたいわけなんですけども、何するんですか。まあね、先週、まあ、私だけが授業するしないとは言いました。あ、みんなにやってもらうよ、ね、私だけが授業するわけでもないと言いました。はい、はい、皆さんにも授業やってもらいますよということで、はい、今日はじゃあ先生からね、じゃあ皆さんちょっと当てていこうかなと思うんですね。お、うん、誰がなんか授業して、ね、もらいたいかなと思ってですね。顔が怖い。じゃあまあまあね、まあ、最初の授業、最初の生徒さんの授業だからね、はい、まあ、それはもうやっぱ年功序列的に言ってマドンナ行ってみようか。おー、待って、年功序列でしょ一応、いくつ一番下、こっちからいくんですか。じゃあお願いいたします。一番下、一番、すいません。いくつやったっけ。18です。ね、好きな食べ物はいちごです。ふざけてるよね。はい、じゃあ、ね、あのヒッピーね、はい、ヒッピー、今日はどんな授業をしてくるの。今日はっていうか、はい、どんな授業をしてくれるのかな。さっきママって言ってたよね。さっきママって言ったね。何が大丈夫ですか、はい、聞こえなかった。はい、知っておきたい保険って何。素晴らしいですね。保険すごい、18歳なの。はい、はい、です。いろいろ勉強してきました。あ、はい、ぜひ教えてください、はい、まず保険についてなんですが、保険とは、まあ、簡単に言うと万が一に備える、うん、っていうのは多分皆さんご存知だと思うんですけど。そうですね、はい、はい、その万が一っていう、万が一、何、どんなことがあると思いますか。万が一とは、ああ、そうですね、万が一、そう、万が一に事故でしょ、まあ、事故とか、はい、あの、火事、火事、事故、火事、うん、震災、ああ、事故、火事、事故、火事、震災、そうね、震災。火事は、あ、病気、病気、はい、はい、はい、ビーボップハイスクールさん、はい、ガン、ガン、ガン、火事の字は事故の字だよ、うん、ガン、うん、はい、ファントムさん、天才、天才ね、まあまあ、そうですね、はい、そらくん、万が一、UFO にさらわれたとき、 UFO、ちょっと待って、UFO にさらわれた保険、え、そういう保険があるのかな。まあでも、自動車保険とか、ね、地震保険、もろもろとか、まあ、開発さんも、学資保険とかね、あるわけなんですね、はい、はい、で、こうして考えてみると、うん、万が一にもいろいろあるんですが、はい、では、こうしたリスクをどのようにカバーしてくれるものなのかを簡単に、分かりやすく皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。はい、はい、はい、で、まず最初に知っていただきたいんですけれども、はい、保険の考え方保険の考え方、保険の考え方、うん、はい、じゃん、相互扶助。わかんない、ご存知ですか。全部できんのこれ、わかんない、わかんない、相互扶助ってご存知ですか。いいの、わかる、わかんない、わかんない、じゃあ、わかりやすく説明します。はい、これはですね、山本くん、立ってください。ほ、はい、じゃあ今山本くん、とても重たい荷物を持っています。はい、はい、はい、周り
さんどうしますか。頑張れ頑張れ。これはあ、分かった、はい、俺は持つよ。そうです、寄りかかる、そうです、この行動を助けてあげます。重たいものを持ってる山本くんを助けてあげます、うん、はいはい、この先生の行動、これが相互扶助。なるほど、助けってこうやってなんか思った。どうしました、学級委員長、わかりました。じゃあ誰かが困ってます、うん、困ってる、困ってます、それを助けてあげます。うん、一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていう言葉がありますね。ワンホール、オールフォーワン。あ、それね、うん、それね、まさにそれ、その考え方が相互扶助という、互いに助け合っていこうという、うん、ここが保険の根底にある考え方です、ね、なるほど、はい、はい、それでですね、じゃあ保険、皆さんどんな保険をご存知ですか。自動車保険、はい、自動車保険、終身医療保険、はい、終身医療保険はい、飼い主さんはね、学資保険、はい、学資保険、火災保険、はい、生命保険、生命保険、DTK さんが自動車保険、はい、地震保険、地震保険、お、ビーボップハイスクールさん、破損保険、破損保険、まあ、損害保険の一種ですね。あ、はい、あとは UFO 保険、まあないですね。はい、介護保険、介護保険ありますね。他には他には、他にもあるの。今出てきたのっていうのは実はほとんど任意で加入する保険ですね。任意、はい、あ、じゃあ、はいはい、はい、健康保険、はい、健康保険、社会保険、はい、社会保険、任意っていうのは何、あの、何、選べますみたいな、選べます、自分で入るか入らないかを選べますって保険ですよね。はい、そう、社会保険、はい、じゃあ行きます。保険は大きく分けて国民健康保険、社会保険、生命保険、損害保険、まあその他にもいろいろあるんですけれども、まあ大きく分けてこの4つ。じゃあ今日はまずは国民健康保険と社会保険、国民の皆様が必ず加入しなければならないこちらの保険についてやっていきたいと思います。はいはいはい、そう、難しい、はい、で、国民健康保険と社会保険、一般に社会保険と言われるものはサラリーマン、サラリーマンですね、サラリーマンなどが加入する方が健康保険ですね、健康保険のことを社会保険と言います。お父さんとかね、はい、はいはい、で日本は先ほども言ったように国民みんな保険といって、必ず何かしらの社会保険に加入してなければならないということなので、ではどのような人がどのような保険に入っているのか、はい、ということなんですけれども、うんうん、国民健康保険、はい、は国保と呼ばれます。は、あ、はい、あ、言いますね、はい、コマーシャルとかでもね、やってますね、はい、社会保険、社保と呼ばれます。おー、ほうほうほう、訳すの好きなんだよな。聞いたことある、ね、そうだね、あ、ね、だって国を挙げて略そうみたいなことでしょ、うん、国保でもさ、長いですからね。でもさ、日本人はさ、何かしらこう略したがるよね。うん、確かに。それはちょっとね。じゃあ、国民健康保険に入る人、はい、どのような人が国民健康保険に加入しているでしょうか。はい、え、はいはいはい。はい、先生。全員。あ、はい。まあ、まあ全員は全員。よくわからないですね。いや、皆さん、通信生の皆さんもじゃんじゃん入ってきて。じゃんじゃん。はい、自営業正解です。え、働いてる人でしょ。だからサラリーマンが社会保険なんですよね。そうです、自営業の人は国保でしょ。はい、あ、うん、そうです、そうなりますよね。うんうんうん、分かりやすく言うと、はい、分かりやすく言うと、はい、その他まだあります。全然分かんない、皆さん分かります。はい、はい、山本くん、じゃあ自営業でしょ、20歳以上で、うん、え、でも20歳以上って全員払わんとわかんちゃうの。まあ国民みんな保険なので、うん、社会保険もしくは国民健康保険どちらかには加入しなければならないというふうになってます、うん、60歳以上とかじゃなくて、扶養家族に入ってない20歳以上。まあそうですね。あれ扶養は親がその分払ってくれてるっていうだけの話でしょ。だから扶養家族を抜けたら成人、ね、もうこのね、
あの外国の方がね。はい、じゃあ、あの分かりやすいところだけでいいですか。あ、ちょっとだけ、じゃあごめんなさいね、はい、あのチャット通信制、はい、かんにゃくさん、自由業の人、学生とも書いてありますね。20歳以上の人全員って DTK さん、同じ意見同じ意見、はい、ゾルキさん、事業者の保険制度に入っていない人、でもユミさん20歳以上、ビーボップハイスクールさん、10万以上の所得がある人、あ、そうなんだ。正解は、はい、わかりやすく言いますと、はい、自営業の方、農家や主婦の方、会社を退職した人、未成年の学生、まあこの中にはでも20歳以上成人のフリーターの人も含まれますね。え、未成年の学生も払うの？え、払うの？確かに払うっていうか、ここです。何が？ちょっと待って、だから何がですか？え、どういうこと？未成年のそう、DTK さんも小中高もって、あ、ビーバップハイスクールさん、あ、まあこれはまた親の雇用に入ると。親の雇用に入る、そう、その通りです、うん、DTK さん、ありがとうございます。そういう意味で払わなくてはいけないよっていうことですね。そうですね、何かしらには入らなくてはならない、うん、はいはいはい、ということです。じゃあ一般的に社保と呼ばれるこちら、サラリーマンであったら健康保険、医者や理容師の場合は健康保険組合、公務員の場合は共済組合、はい、という社会保険に加入します。では、うん、この国保と社保、この2つの違いについて、皆さんご存知ですか？会社単位とかじゃないの？全然わかんない。そりゃそうだな。え、どういうことなの？の方が安いんじゃないの？いや、でも昔はそうだったでしょ。え、でも社会保険って言ったら会社が負担してくれるやつありますね、はい、うん、え、正解は正解はまあ違いっていうか、社会保険については保険料の半分が会社負担です。あとは扶養家族は保険料の支払いなしで加入できる。まあ支払いなしっていうか、一人ずつに対する保険料の算出の仕方ではないので、保険料が別に変わらないんですね、扶養の家族が増えても、で国民健康保険の場合は一人当たりなので、家族が増えるごとに保険料っていうのが増えていきます。はい、だから子供が生まれても保険料が変わらない。え、じゃあ子供が生まれると保険料が変わる。私に弟妹がいくらできても変わらないの？社会保険は基本的にはそうですよ。へえ、半分負担なの？今社会保険も3割負担になったんじゃないの？あ、これは保険料の半分を会社が負担しているっていうことで、そういうことか。支払いの場所が違うんですね、そもそもが。で、国民健康保険っていうのは自分が在籍している市町村に払います。あ、払ってる払ってる。市町村に負担してくれないの？払います。負担してくれないです。で、だから国保のが高いっていうイメージ。社保、これは会社の事業主、社長、そうですね、まあ大体そうですね、事業主に払います。で、会社が半分を負担してくれます。なんで？なんでですかね。そこで働いてるから、多分そうじゃない、そういうことでしょう。あとは傷病手当等の給付ですね。まあ、あの病気になった時に、病気になった時の、その働けなかったよ、病気になって働けなくなりましたっていう時の手当金っていうのが出ますね、社保だと。あとは基礎年金、基礎年金は両方皆さん年金払ってると思うので両方出るんですが、と社会保険の場合それにプラスアルファで厚生年金から年金が出ます。プラスアルファなんだ。プラスアルファです。出元が違うわけではないんだ。出元が違うっていうのは、どういったらいい？そもそも基礎年金、
と他の、まあ、年金があるのかと思ってたけど、基礎年金変わらずにプラスアルファで乗っかるんだねってことでしょ。そう乗っかるんですね。でも、そう、全く個別なわけじゃなくてプラスアルファになるだけなの。そうです。じゃあ、うん、仕組みをちょっと分かりやすく、あ、じゃあ準備してる間にちょっといろいろ書いていただいてました。ありがとうございます。エスパー映画さん、はいはい、ちなみに会社退職しても任意加入で社会保険に一定期間加入できますと。はい、そうですね。ただ退職すると保険料、さっきはね半額、事業主が半分会社が出してくれるって言ってましたけど、退職すると保険料全額自己負担ですと。はになるらしい。辞めるとね、なんかどっかで見たこと、話が入ってこないですよね。そうですね、あのどっかで見たことある顔がなんかあるなと思って。何これ、えよく見てください。なんかちょっと分かりやすく、じゃあ国民健康保険、社会保険に加入しているとどのようなあのサービスが受けられるのか。ハテナはたくさんありますって。今からじゃあ何割負担だっけ。はい、これ熊川さん一家、はいはい、山本さん一家、はい、そっくりうちとですね。で、山本さん一家サラリーマンなので社保に加入してます。熊川さん一家国保です。自営業をやってるので国保に加入しています。八百屋さん。じゃあお父さんが具合が悪くて病院に行きました。あ、入院した。あ、はいはい、はい、この時に保険に加入してる人たちは国保社保問わず、従来なら10割負担しなければいけない病院の治療代、お薬代、そういったものが3割負担になります。じゃあ、7割払ってくれるんだ、ね、ってことやね。そうです。この保険に加入していることで7割医療費払わなくてよくなります、はい、はい。ではお父さん、ちょっと保険料滞納してしまいました。あら、わあ、やっちゃったね。熊川さん、熊川さん家の雄大くん、熊川さん家の雄大くんはね、本先生とは大違いです。先生とは大違いです。この紙屋調査隊のね、リーダーとはちょっと人は違うんだよ。この間にあの大西ライオン、ライオン遅刻してすみませんって。おい、大西ライオン遅刻だぞお前。こんにちは。ごめんごめん、これ合わせよ。おはようなのか、ありがとうなのか、おはようでいい。おはよう、おはよう、ありがとう。僕が言ったことが全部あの無駄になっちゃうから。おはよう。はい、じゃあ滞納したら、滞納しました、病院に行きます、なんと全額負担しなきゃいけません。え、全額払わないといけないんですか。そうです。あの、してなければどっちでも3割負担でいいんですよね。はい、そうですね。まあそんな熊川のお父さん、こんな顔になっちゃいますよね。どこで撮ったんですか、これは。これはどこで撮ったんですか。そのお話を聞いた熊川家のお母さん、はい、まあこうなりますよね。どこで撮ったんですか。いつの写真だよ。どこから引っ張ってきたんでしょうかね。分かんないです、私はもう分からない。滞納してしまったら10割負担しないといけない、払わないといけない。そうですね、国保の場合は、まあ、年払いであったり月払いであったり毎月こう払っていかなきゃいけないんですね。社保の場合っていうのはサラリーマンなのでお給料からの天引き、天引き だ, だから払い延滞するっていうことがまずあんまりないんです。だからその辺は国保の方気をつけていただかないとこうなります。なんかね、書類みたいなのを書かなきゃいけないんだよね。じゃあ何、じゃあさ、要は結果ね、はい、結果そういうサラリーマンとか、あの、まあ、公務員とかなんか一つの企業に入ってた方が安泰って言われるのはそのことなのか。そういうこと。そうですね。あ、よくさ、あのね、あの言うじゃない、うん、あのさ、お、ね、あの何、お見合いするときにさ、おい、お前のあの働いてるのはなんだ。なんかあったんですか。ないけど、ね、うん、やっぱサラリーマンとか公務員がいいぞ、お前とかね。うん、まあ、ありますよね。そういうことも含めてなんですね。じゃあ、ちょっといいですか。はいはい。皆さん、さっきの
ことをちゃんと踏まえて、最後に、なんだ、ゆみっちが、ゆみっち、遅刻、ゆみっち、遅刻しました、あ、そう言わなきゃ、遅刻だもん、お前、ダメだ、大丈夫か、いいですか、あの、改革さんが、小学生未満は医療費に対して、対しては、通院1回に500円超える分は、乳幼児医療で払ってもらえるんですよ。そうですね、乳幼児医療証もあります。まあ細かいことを言ったらまずキリがないんですけど、はい、まずまあ分かりやすく、まあ国保と社保の違いについて簡単に、はい、ということでした。高橋さん分かりました？うん、イエス。まあ高橋ちゃんですね。高橋っていうの、誰です。いや、うんって今、高橋さん、いやいや、高橋みんな、あの、名字なんなん、クリスタン、クリスタンって何、クリスタンミーナ、クリスタンか、クリスタンミーナさんで、わかりました。マジで、忘れなよ、ありがとうございました。さあ、クリスタンだった、ありがとうございます。後ろから行こう。はい、じゃあね、まあこういうね、国語とか社法、まあ皆さんもね、少しだけ多分分かったかもしれないですね。どうですか、高橋ちゃん。クリスタン。クリスタン、クリスタン、わかりましたか？オッケーオッケー、バッチしよう。あ、バッチしなんですね。まあでもこれは自分らでこう勉強したりとか、うん、でみんなで一緒に勉強するっていう場ってことですよね、はい、先生、はい。そうですね。はい、うん、まあ、先ほどもね、あの通信生の方がね、たくさんいろんなことをおっしゃっていただいてね、まあ、こちらもね、まあ深めながらやっていければなと思います、うん、はい、はい、じゃあ続いての授業はこちらでございます。針ヶ谷さん、お願いいたします。はい、お優等生針ヶ谷見せてあります。はい、こっちから後ろから回って、この学問上どうなのえ、自由よね、この学問上どうなのって言われた。どういうこと、何が、はい、何が、はい、はい、さてさて、3次元目、皆さんこちらを見てください。こちらカレンダーでございます。わあ、カラフル。あの、前回見てくれてない人は多分ね、授業参加してない人は分かんないと思うんですけど、こう色がね、星座ごとに分かれてます。これみんなで貼りました。はい、この色が分かれてるのは星座ごとに分かれてるんですが、この星座を全部埋めようというね、感じでございます。なるほど。なんなら365人全部埋めようっていう企みでございます。皆さんついてきてください。で、このあれ、ここに書いてない人の星座を知りたいです。オッケー、皆さん何月、あ、星座じゃない、誕生日を教えてください。何月何日生まれかを打ち込んでください。お願いします。お願いします。お願いします。え、みんなっていつ誕生日？私はそこです、高橋なんていうあれ、え、一緒なの？一緒なの？そう、たまたま、たまたま。あ、でも高橋ちゃんいなくなったからこれいいですよね。そうですね、そうだね、そうそうそう、あの変な雑誌嵐みたいなクリスタン、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 クリ、オッケー。一度行っていただいた方はあれなんじゃないんですか、はい、今日は何をしてくれるんですか。そうですね、今日はですね、はい、すでにいる星座の方、今日いらっしゃる方は今日どんな運勢だったかっていうのを自分なりに星5つで判断して打ち込んでください。 OK です。それで、今日の星座占い、今日はどんな日かっていうのをこっちが答え合わせ占いみたいなことをするので、合ってるか合ってないか、はたまた今後私の運勢は下がるのかなじゃあ了解ということは、はい、皆様、一度言った方も誕生日を打ち込んでください、はい、でその後に、うん、星いくつっていう感じで、皆さんね、今日初めて、今日入学された方もそんな感じでいいんじゃないですか。じゃあそれでお願いします。はい、はい、ということで、では皆さんのお誕生日と星いくつ、今日の運勢を書き込んで、自分なりにいいんでね、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございますね。ちょ、ゆみちがね、さようならとか言って、え、ゆみち
電車なうってか悪い子なので廊下で立ってますとか言って立ってます今廊下で立たされるんですか。え、だい、そう、自主的に立ってるんじゃない。偉いね。え、かよさん音が聞こえませんって。何、大丈夫、これ皆さん聞こえてる、聞こえてる、聞こえてます、聞こえてますか。あ、聞こえてる、ゾルキさん、あれなんでだろう。じゃあとりあえずお呼びさせていただきますね、はいはい、最初さ早速北条さん、ありがとうございます。9月23日、北条さん9月23日、またね今日の運勢は書いてていただけると嬉しいです。あ、ビーボップハイスクールさんも聞こえてるって、あ、よかった。北条さん9月23日ですね、はい、ビーボップだ、ビーボップさんで大丈夫やね。はい、ね、ゾルキさん9月11日乙女座、星3つです。星3つ、乙女座星3つ、9月11日ですね。おDTK さんありがとうございます。9月17日、はい、ちなみに昨日の交通の運は0点です。バス停着いたら出発してもうたパターンが連続で3回もあったって。やだ、それめっちゃショックやね。やだ、わかるわ。信号みたいな感じ、うん、そうやね、めっちゃ流暢やね。もはや日本人じゃないかなと思ったんだけど。あ、聞こえてましたって、豊中さんよかった、よかったね。北条さんさっきね9月23日春分の日と、はい、はい、星4つ、9月23日星4つ、すごい、なんか9月生まれがすごいっすね。ファントムさんね、多いですね、多いですよ、ね、はい、ファントムさん9月の8日、9月の8日、今日の運勢は星3つ。うわ、すげえの、なんか星がいっぱいね、キラキラしてんの、ほんとだ。9月の8日星3つ、はいはい、ソラさん、はい、10月の2日、もうややこしいなぁ。何 4×3 割る4 4×3 でしょ。あ、ちゃんと答え書いてた、ややこしいなぁ、よう打ったなこれ。ソラさん欲しい。はい、4月の30日エスパーイガさん、はい、これどっち、これは黒星をちゃんと星の数だと思うのなら、左爪じゃない、左からじゃない、星ゼロってこと、ええ、どういうこと、だって星がここ書いてあるけどゼロなの、クーランなのよね。ああ、泣きって書いてあるから、そうだ、休みたい、仕事中に授業を受けに来ていただき、いや、もう優等生です ね素晴らしい、はい、DTK さんね、星3つって、はい、うん、そういっぱい、あ、エスパイガさん星ゼロって書いてくれた、ありがとうございます、いっぱい、はい、お、もいえみずき、はい、おいおい、書いてないぞ、今戻ってきてくれた、寝てたんかな。ビーボップさん、お誕生日をぜひ教えてください。はい、お願いします、お願いします。ウェンズユアバースデー、何でよね、ウェンズ、ん、違う、なんでもない。え、なんでもない、なんでもない、めっちゃ流暢、あれ流暢な日本語今ね、なんか座敷わらしの面影が見えたんだけど、見えた、頭皮見えないやつ、大丈夫、いや、これ地毛、地毛、あ、はいはいはい、ありがとうございます。まあ、かゆなくさん、12月8日、12月8日、今日は星一つ、あらら、疲れてるわって、あら、そうね、かゆさんお疲れですもんね。ビーボップハイスクールさん、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。お誕生日、5月の5日、5月の5日、子供の日、鬼の家なんじゃない、はい、やば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 、鬼の家さん、え、ちょっと、あれ待って、あれ待ってください、別別、いっぱいいますね、あれほんまにほんまにすげえ、貼らないといけなくなるから、いや、でも貼ってください、貼ります、じゃあ貼ろう、貼っていただいたんでね、ビーボップさんね、ビーボップさん、星2つね、はい、うん、待って、ビーボップさん、ヤバババババーン、鬼の家さん、ちょっときっとあれなんでしょうね、双子とかそういう感じ、あー、なるほどね、知ってたな。大西ライオン、はいはい、星3つってことかな、星3つ、ライオン誕生日、はい、え、さっき、あ、じゃあ言ってないな、誕生日、誕生日言って、ね、教えて、エスパイガさん、あ、はい、1時から2時までは星5つかな、うわ、嬉しいですね、あ、ミーナ喋りも高橋さんに似てるなと、いやいやいや、あ、そうですね、なんか、なんかだんだん髪型ずれてきたけど、髪、ちなみにヒッピーは今日星いくつです、ヒッピーは
先生ちょっと腹が立つんですけど。立ちますね。ヒッピーは星5つです。キラキラえ、ちなみにあの学級委員長は星1つ。星1つ。お、なんででしょう。今日ちょっといろいろ災難が。リアル。リアル。みんなは星4つ。星4つ結構いいじゃないですか、うん、いいね。じゃあ萌えみずき星1つですと。はい、うん、いいね。星1つ。はい、萌えさん星1つ。なんで星1つなのかね、萌えさん ね, ねなんでですか、教えてほしいですね。教えてほしいよね、はい、今出揃いましたね。了解です。それでは今日の運勢をいきたいと思います。はい、まずじゃあ分かりやすいんで上からいきますね。1月、12月の終わりから1月、こちらヤギ座でございます。はい、ヤギ座11位です。あら、11位から発表なの。11位です。あの総合運、こう恋愛運、仕事運、金運っていう順番で、総合運が2、はい、恋愛運が2、仕事運が2、金運が2、もうこのフラットな感じでね、うん、え、それなのに11位なの。11位なの。2で11位なの。そう、そうそう。ラッキーカラーはブラック。ラッキーアイテムは英字新聞でございます。あ、英字新聞です。持ってきて。持ってきた。いつも読んでるもんね。だってほら、英字新聞。そう。はい、スピード重視が成功の鍵です。ためらわず行動するといいでしょう。怖いものなしの行動で恋愛運アップ。でも全然今日ね、怖いものなしの行動じゃないですかね。うん、ね、11位になってるから、でも午後どうなるか分からない。あ、そうかそうか、そうですね。午後気をつけた方がいい。はい、じゃあ続いて。じゃあ次、萌えさんですね。はい、萌えさん、萌えさん、じゃあこれね、何月だっけ、萌えさん、水亀座ですね。はい、水亀座、ドゥ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 ン、6位。6位。6位。総合運3、恋愛運4、仕事運4、金運3です。ラッキーカラーがグレー。ラッキーアイテム、カリフラワー。気の合う仲間同士で遊ぶといいでしょう。気になっている異性にはいつもと違うファッションで近づくといいですよ。うん、じゃあ、まあでも休んでる、うん、まあ、パジャマ姿でね。あ、遊びにですかね。あ、遊びに行ってんのか。うわー、気の合う仲間同士で。うわー、退学だ、退学。ということで、次3月21日に、はい、あ、いらっしゃらないですね。そうですね、4月。4月の22日以降ですので、はい、どれや、おうしや、おうし座、おうし座ですね。うん、おうし座。伊賀さん。伊賀さん。伊賀さん。はい。3位。おお、いいじゃないですか。ビーボップさんもだ。3位です。はい、総合運4、恋愛運5、仕事運5、そして金運が4です。めちゃめちゃいいじゃないですか。結構いいですね。はい、あの星のサズルなんだ。2位だと思ったよね。で、ピンクがラッキーカラー。で、ミルクティーがラッキーアイテムです。海外に関心がアップするでしょう。外国語の練習とか海外旅行の計画を立てるといいです。みーな、みーな、喋ってあげなよ、ね、でも ね、まあその絵が、ね、ゼロって。そう、ゼロなんですね。そうそう、だからこの後上がりますから、はい、そうだよ。で、あ、ヤバボボアンさんもそうですね。ビーボップさん。で、次が双子座が、あの、ケイチクラブさんと、あと僕です、先生です。了解です。双子座、ドゥ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 ン、ワースト1です。うわやっぱり、やっぱりおめでとう。総合運1、恋愛運2、仕事運2、金運1です。だろうな。で、ラッキーカラーが金です。金、金のない、残念先生。金ね、色味みたいや。クリアファイルがラッキーアイテムですね。あ、クリアファイル、クリアファイル、クリアファイル。先生、今、あの、おしんなごみファンさんが遅刻してきました。なに、なごみ遅刻だぞお前。おはようございます。はい、分かった、OK。 恋人との信頼関係が危うくなります。二人でゆっくり話し、意地を張らないとことですっていうことですね。やっぱり国保の保険料は払えってことですね。しっかり。あ、そうですね、そういうこと。あ、そうね、言っちゃうからね。おしんなごみファンさんはいつ誕生日、うん、僕、カニ座って書いてるから。カニ座ということは、7月、そうですね、7、8ですね。誕生日打ち込んで、カニ座、はい、カニ座4位です。お、4位。総合運4、恋愛運5、仕事運4、金運4です。赤がラッキーカラーで、辞書がラッキーアイテムです。なるほど。スキルアップのための行動で、モチベーションもぐんとアップします、はい、難しいことも楽しめそう、はい、いいですね、はい、そして次は、うん、
次何でこれ書いときましょうね。ね、だからさ、あ、私作ったんですけどね。そうよ、星座用のやつをね。山本学級委員が作ったんですけどね。あ、ライオン誕生日、そう、そう、ライオンなんか俺はいらないみたいな書いてあるわ。え、そうなんですね。8月末から9月乙女座です、うん、乙女座言いましたよね。あれ言ってない。乙女座です。乙女座は1位。おお、乙女座1位です。ハイファントムさんとサーモン。おお、ファントム、ファントムとサーモン1位だ、そう、アイボリーと粉チーズがいいでしょう。で、全部マックスの5でございます。へえ、マックスなんて。そうそう、早寝早起き、規則正しい生活に開運ヒントがあります。実用するなら栄養を考えて、ダイエットも20丸だそうです。はい、はい、次行きましょう。次何ですか。そらくん、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 うん、はい、10月の何日ですか。サソリ座、天秤座ですね。あ、違いますね、天秤座、はい、天秤座は9位です。総合運3、恋愛運3、仕事運3、金運2、スカイブルーと本棚がいいです。センスが冴える日で、画期的なアイデアが次々に浮かびそうです。はい、まあ、いいですね。スカイブルーなんてもう名前でいいじゃん、そらくん。続いては、ね、マドンナ、はい、マドンナ、イテザです。イテザ2位です。お、あと、カヨさんもですね、カヨさんと、学級委員も、あ、イテザ、イテザですね、2位でございます。はい、総合運と恋愛運、仕事運ともに5で、金運だけ4ですね。で、ブラウンとボイスレコーダーがいいでしょう。買い物をするといいです。欲しいと思ったら即手に入れて正解、ネットオークションをしてみるのもいいでしょう。へー、はい、買い物行こう。皆さんね、あの、自分でね、あの、秘密とか決めてもらったわけなんですけども、はい、いかがでしたでしょうか。はい、はい、また、ね、来週もね、はい、こちらのね、あの、占いやりますので、ぜひとも皆さんご参加よろしくお願いいたします。お願いします。努力さんが仕事で落ちますと。ありがとうございます。校長ありがとう。校長ありがとう。おしんなごみファンさんがね、7月10日生まれで。お、7月10日。そうそうそう、はい、大丈夫、ありがとうございます。じゃあ、ね、じゃあ最後に、はいよ、学級員、はあ、今日もちょっと例のやつをやっていきます。あ、いいですか、はい、じゃあ私ちょっと行かせていただいてもいいですか。はい、お願いいたします。はい、はい、では私の方からいいですか。今日もやってきました、はい、学級委員長私の方から素敵な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 お住まいを紹介させていただきます。はい、はい、本日紹介させていただきます。はい、ドゥドゥン、はい、見て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 、言わずと一知れた流行の発信源、渋谷と住み慣れた街としてすごい人気の、あの、吉祥寺駅をこう挟むね、はい、ところに書いてあるよね、ここ、ドドン、はい、京王井の頭線っていう線がございます、はい、ほんと16分ぐらいかな。そうですね、ね、うん、9分で、はい、その間には下北沢、有名ですね、演劇とかでは有名な、はい、はい、下北沢があったりとか、さまざまな、いっぱい書いてあるんですけどね、書いてあるって、見てる見てる。明大前、京王線乗り換え駅である明大前駅と、雑誌やテレビの住みやすい、住みたい街ランキングで上位に入る駅が多数あると、うん、いくつもあるのが特徴です、はい、ここに、うん、なんとなんと、何、素敵なお住まいがあるんです、はい、紹介させていただきますちょっと待ってよ、はい、はい、そちらがこちら、ドン、中の風景を拝見させていただきます、はい、させていただきますということで、こちら男性寮になっております。お、男性 寮、はい、男子の方だから俺みたいな感じ、はい、ということで男性寮オートロック管理人さんが常駐されております。あ、それはちょっとなんかホッとするよね。いいよね、うん、はい、これから新生活いいんじゃないかと。でね、お食事こんなん見える、すげくね、豪華、すげえ、これこれこれ、栄養考えられたものが、うん、見える、だって本当にいろんな色が混ざってますよね、緑だったりとか栄養考えられてそう、そう、ね、ハンバーグかなこれ。やっぱね、やっぱね、寮母さんがいるだけで、やっぱね、こういうね、やっぱ男子ってさ、やっぱさ、なかなかやっぱコンビニだったりとかそれで行きがちじゃないですか、はい、外食ね、とかで、ね、やっぱ体偏りがちです。でも寮母さんがいることによってこんなに手作りの、手作りなの、美味しそう。そう、これが1日2食つくんですよ。だから朝と夕方に手作りの温かい食事を用意してもらえると、はい、でましてはね、オートロック完備で、まあ、共同のスペースが、まあ、こちらね、シャワールームとかいっぱいこうお風呂入るところとかね、食べるところいっぱいあるんですが、まあ、お部屋はしっかりとこういう形で広く
ございます。エアコン、ベッド、冷蔵庫はついております、はい、でもね、僕、うん、やっぱね、トイレはやっぱ重要なんですよ。やっぱトイレはやっぱね、僕ウォシュレットじゃないとダメなんですよ、うん、ついてるんです、うん、えついてるんですか。え、ついてんの。ここついてんのね。なになに。トイレはウォシュレット。ウォシュレット。でもさ、僕ね、1週間に1回しか洗濯しないの。いっぺんにコインランドリーにぶち込んじゃうの。コインランドリーまで行く時間がさ、結構もったいなくてさ。コインランドリーあるよ。あるの。あるんだよ、コインランドリー。料理あるの。料理に存在しております。へえ、いいね。素敵なのね。今間取りしかお伝えしておりません。はいはい。ではでは、こちらはどういう場所かと言いますと、はい、ドゥドゥン、料金出ちゃった。はい、こちら、男子学生寮、L4 レストという場所になっております。うん、こちらね、あのね、その三鷹台の先ほどの、うん、井の頭線の中の三鷹台というところがあるんですね。本当渋谷からも吉祥寺からもすごく近い駅なんですが、うん、そちらの方にあります。うん、朝夕方2食付きで、先ほどの物件でなんとなんと7万円。すごい。食事もついて、そう、しかもトイレ、ウォシュレット付き、そう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 、そしてコインランドリーも付き7万円。そうなんです、これはちょっと安いよ。で、うん、あの電気代は基本料金とかそういうものは全部寮が出してくれます。だから使った分だけ払ってくださいという感じになってます。これちょっとこれからね、一人暮らしとかする学生さんなんてもうぴったりじゃん。そしてそして、雷学問所を見たと言っていただけましたら、なんとなんと、ドゥン、書いてるね、入館料半額。え、ふう、これは今ならってこと。雷を見たって言えばいいの。それはね、一度お電話していただいた方がいいんではないかと。どこにお電話するのかね。はい、こちら、ドン、大門建設産業株式会社学生寮管理部というところを検索していただいて、はい、お電話番号はこちらにも書いてありますね。042276-5599、大門建設産業さんです。ございます。本当ね、たくさんのお出し料をはじめいろんな物件もありますので、三鷹台ってすごくいいところなので、ぜひとも。静かでね。男の子だけずるいって、かよさんとか、うん、エスパイガさんも住みたいって。ね、ぜひともね、なんかね、夢を追っかけてる方をすごく応援したいという、あ、素敵、すごい優しいところなので、大西ライオンいいんじゃない？もうここでもずっとラップでアピールしてる。住んだらいいと思うよ。そうだから、ぜひとも、まあ、ね、こういう新生活、いろんなこと挑戦したいという方、ぜひともこちらの寮に住んでいただき、一生懸命夢をバックアップしていただけるんで、ご飯はついてる、バッチリだということで、詳しい情報は先ほども言いましたが、はい、大門建設産業さんで検索していただけると嬉しいなと思います。大門建設産業さんね。はい、そう、大門建設産業さんね、国産業さんまでつけてね、ということで、じゃあ今週もやっちゃったね、うん、はい、住みたい街を調査させていただきました。調査って言っちゃった、授業しました。授業だよ。はい、ということで、はい、皆さん検索の方よろしくお願いいたします。お願いします。断層してでも住みに行きたいみたいなね。いいよね。これからどんどんそういうさ、やっぱ男子のみならず女子寮とかももちろん紹介していただいて、シェアハウスとかも知りたいって言ってくださって、うん、シェアハウス最近流行ってるもんね、うん、やっぱ安心できるからね、寮とかは食事が出るんでいいと思います。これ面白いですね。お、いいね。なんならこれ、あの、学級委員ずっとこれやってていただいてます。1時間これより先に。はい、いいですね。はい、以上でした。はい、さあさあ、今日もね、はい、雷学問所、授業していったわけなんですけれども、はい、まあね、転校生も入ったということでですね、ね、うん、みんな感想は、みんな、いや、もう住みたい、それだけ。なんか、高橋ちゃんとなんかコメントが似たりしますね。浅草のコメントが。まあまあ、でもそんなこんなでですね、うん、今日はちょっともう、もうお時間もあれなんでね、はい、雷学問所、終了してしまいます。はい、はい、しまいますね。なので、山本、あの、学級委員長、号令をお願いいたします。わかりました。はい、では皆さん、今日はありがとうございました。はい、では一緒に立ちましょう。はい、キリッ。では行きます。うん、今日も一日ありがとうございました。礼。ありがとうございました。